皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。フィルになると手に力が入り止まってしまいます。ドラムだけの練習ではできるのにバンドで合わせるとできなくなってしまいますっていうことなんですけど、まあ、これはねもう非常によくある悩みで、もう皆さんが必ず一度は悩んだことがある悩みなんじゃないかなとは思うんですけど、まあね、なぜこう、まあ、曲になったりとか、まあ、曲で合わせたりとかバンドで合わせると、まあ、こうやろうとしていたフィルが入れなくなるのか、もうこれね原因は一つで、あのフィル入るぞって思ってるからなんですよね。そう、この技をやるぞって思ってると入れないですね。これはね、どういう状態なら入れるかというと、例えばね、あの8ビートを叩いてるとき、この例えばすごい単純な8ビートを曲に合わせるとき、このときってこの8ビートでハイハット叩いてスネア叩いてって考えてないと思うんですよね、きっとね。この曲のイメージに沿ってこっちを、まあ、言ってしまえば無意識で叩いてる状態になってると思うんですね。ただフィルに入るとここでっていう感じになるっていう状態なので、フィルをその曲の中のもう一部分やとやっぱしっかりと捉えるっていうのが大事なんですよね。曲をしっかりと思い浮かべてそのフィルを叩くようにするっていう感じですかね。例えばフィルとかやったら、まあ、ちゃんとねこれがもう曲のどの場面でどこに当てはまってるかっていうのを明確にねもう曲でイメージするっていうことが大事になってくると思いますかね。だからね、あの無意識ゾーンにまで持っていくっていうことをできるだけ意識してみてください。じゃあどうやってこう無意識ゾーンに持っていくかというと、あのね前後で練習できるといいかなと思いますかね。だからフィルだけ練習するんじゃなくて A メロから B メロのつなぎのフィルのこの結構ね大きく切り取ったフレーズですかね。だから A メロが、まあ、例えば速いフレーズとして B メロがゆっくりなフレーズ で間になんかフィルが入ってましたら、例えばこう、みたいな、まあ、感じのフレーズやとしたら、このズンタンズクタンのリズムからこのフィルが入ってゆっくりなところにこう突入したところをもうループさせるというか、そこをもう定着させるような感じですかね。前後のリズムパターンからちゃんとこうフィルをあの曲の一部としてねこう叩くっていうことが大事になってくるかなと思います。オリジナルにこのフィルを加えるっていう時は、まあ、それこそねやっぱこうイメージっていうのがすごく大事だと思うんですよね。なのでその曲のイメージに沿ったフレーズを選んでいくというような感じなので、だからねよくありがちなのは毎回同じフィルを使ってしまうみたいなこう悩みとか、毎回同じフィルしか出てけへんみたいなこう悩みとかってあったりするんですけど、あの毎回違うフィルを入れないといけないっていう決まりなんか全然なくて、毎回ね同じフィルでもいいと思うんですよね、曲に完全にマッチしてれば。でフィルを全く入れないっていうフィルもあるんですよね。要はね何もしないっていう手もあるし、例えばタカタカタカトンみたいな同じフレーズでも思いっきり叩いてでこう叩くフィルなのか、それかなんかちょっとこう跳ねさせてるでも聞かせ方ってやっぱ全然変わってくるんで、だから同じフィルでも違うフィーリングで聞かすっていうことを意識するっていうのもすごく大事だったりするんで、なのであの同じフィルでも、まあ、いろんな曲に試してみて、あこれではこの時は使えるなとか、あこの時は全然ハマらへんなっていう、なんかそういう引き出しを増やしていく方が大事だったりすると思うので、なかなかフィルにこう手が出ないなっていう人は、まあ、ちょっと意識を変えてね、練習をしてみてください。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。